小山正明、小山正明、小山正明、1934年7月28日体は、兵庫県明石市出身の元プロ野球選手、投手コーチ、解説者、評論家。優れた、請球力から、投げる精密機会と称えられ、日本プロ野球歴代3位の320勝、同5位の290関東を記録した。2、野球伝道入り。 高砂高校3年秋のに進学を進める父親を説得し、その父親のつてで大阪タイガースの入団テストを受け、契約金なしの月給5000円で打撃投資も兼ねたテスト生として入団。この際、タイガースからの合否通知がなかなか届かず、自宅から近い明石市内でキャンプを行っていた太陽小畜、ロビンスの入団テストも受けたが、当時は、 太陽ホエールズと小竹、ロビンスの球団合併選手が増えていたこともあり、不合格となった。入団後は打撃投手として藤村文夫、金田正康などのベテランや後藤次男などに指名されることが多く、打ちやすいコースに投げられないと藤村は黙って隣の刑事に移動していったことが一つがいたという、後年、首にならないように必死だった。 戦争帰りの人たちは、とにかく怖かったと実感している。請求の良い渡辺翔蔵が、先輩にいたことと、打者陣の厳しい要求に応えることで請求に、磨きがかかり、1年目の2五勝、2は11勝を挙げて先発ローテーションに定着。から3年連続20勝以上を達成。バセリーグ記録の五試合連続完封を含む、シーズン十三完封に。 藤川球児が更新するまで球団記録だった47イニング連続無失点を記録。村山実と共に日本柱としてリーグ優勝に貢献し、沢村賞を受賞した。同年の東映フライヤーズとの日本シリーズでは4試合に、登板3試合に先発するが0勝2敗に終わる。また、最高主君選手投票、当時は短期制では村山に次ぐ2位だったが、 実績を考慮したセリーグから優秀功労賞として表彰されたこの頃、記者に当主のローテーションを聞かれた監督の藤本義が小山、村山、雨やと答えたのが広く知れ渡った。しかし、両友並び立たずなどという声も球団内からは聞かれ、1963年の暮れには小山放出の噂が流れた。小山は藤本がすでに 村山を残し自分は放出する意向であることを知っていたため、忘年会であった藤本に来年も頼んまっせと言われた時には大変な反発を覚えたという。時を移さずして、長打の打てる打者が欲しかった阪神とエース投手が欲しかった大前オリオンズとの死が一致し、山内和弘との正規のトレードが成立して大前に移籍。新聞史上で報道が加熱する中で、 阪神本社からは何も連絡がないことに溜まりかねて、球団社長宅を訪ねたところ、大前の永田正一オーナーから直接電話で、小山を譲ってくれないかと連日連夜の催促で、大ありなんだよと言われ、小山がその場で、そこまで向こうが言ってくれてるんなら、僕は別に、トレードは構いませんよと答えるとすぐにトレードは、成立した。後に、僕の返事を聞いた時の球団社長の、 あの満面の笑顔は未だに忘れられないよと、10回している。長田は、小山の入団を大変喜び、君に馬、競走馬をプレゼントしようといい場所になることを持ちかけたが、競馬をやらない小山には、意味が通じず、自宅に馬を飼う場所がありませんと断っため、代わりに会社を小山に送った。2、代前から、球団名を変更した。 東京オリオンズは、阪神甲子園球場より狭い東京球場を、本拠地球場としており小山にとって、遺跡は不利と思われたが、阪神時代に、大貞春を打ち取るために覚えた、パワーボールを駆使した、打たせて取る投球で30勝を挙げ、最多勝利のタイトルを獲得。もう2年連続で20勝を挙げる。1966年10月4日のタイ。 西鉄ライオンズ戦では87級で完投し、西鉄の稲尾和久も75級で完投、合計162級の最小投球数試合の記録を作った。東京時代は独身寮に単身赴任しており、真面目で練習熱心な姿勢はチームの手本であった。入団したばかりの村田長次が鉄夜麻雀から朝帰りした時に、 ランニングへ出かける小山と鉢合わせして、村田はとっさに何も言わず自分の部屋に逃げ込んだ。その後、練習中に謝りに来た村田に対して、お前ほどの才能がありながら、それを無駄にするのは寂しくないかと言い,い、当時球界を代表するベテラン投手だった小山に悟された村田は感激し、真剣に練習へ取り組むようになった。また、気軽正明が、 入団三年目にして肩を故障してしまい、不本意な成績で、野手転向も検討された時にも、あいつ、気だるほど投手としての才能に恵まれた奴はいない。もう一度考え直してほしいと当時の球団首脳に、直訴し、投手としての選手生活を続行させた。いくら大投手とはいえ、ベテランである小山にとって、若手が対等することは、自らの死活問題に関わるはずだが、 そんなことよりも野球人として才能を愛する人がよく現れている。は16勝を挙げてリーグ優勝に貢献。同年の読売ジャイアンツとの日本シリーズでも3試合に登板。最終第5戦では先発し、6回に失点と高騰するが、打線の援護がなく日本シリーズ初勝利はならなかった。しかしセパリオリーグで日本シリーズにおいて、 先発登板し、日本プロ野球史上唯一の両リーグ100勝を記録した。7月3日の対東映フライヤーズ戦では自ら決勝点となる勝ち越しの適時に二塁打を記録して、関東勝利を挙げ、日本プロ野球史上4人目の通算300勝を達成。試合後にはチームメイトから胴上げされた。二元役を引退し、翌に太陽の投手コーチに就任するが、 シーズン途中に監督の青田昇の要請で現役復帰し、同年10月24日再び引退。鬼頭博、志、安田大一とのトレードによる遺跡であり、登録上は選手権人だったとみられる。遺跡の際には前オーナーだった中村長吉との間に約束があったためロッテから厚労金を受け取っている。その後は阪神、一軍投手コーチ、西部、 一軍投手コーチ、大英、一軍ヘッドコーチ、一軍ヘッド剣投手コーチでコーチを歴任。西部コーチ時代は2年連続リーグ優勝、日本一に貢献し、石井武弘にパームボールを伝授。阪神コーチ3期目には、投手陣に肩の投げ込みをさせたため、開幕時にローテーション投手が壊滅させてしまった。失意の病床にあった晩年の長田正一を、 小山が見舞いに訪れた際に、今は貧乏しとるが、幸せだよ。自分には、君のような友達がいるからなと言って、涙を流した。高知業の合間を縫って、朝日放送テレビラジオ、マイナスサンテレビジョン、マイナス、解説者も歴任。現在は、サンテレビ解説者、デイリースポーツ評論家として活動している。解説者、評論家としてはチームを問わず辛口で、 請球力に欠けたり逆球の多い投手には辛辣なコメントをする。また、先発関東主義者であることを公言して、投手分業制には反対しているが、投球内容に対する評価は、先発投手でもリリーフ投手でもあまり変わらない。また、腕を頭の上に高く持ち上げるワインドアップモーションにこだわりを持っており、解説でも最近セットアップモーションから投げる選手が多いが、 若い投手にはもっとワインドアップモーションにこだわりを持ってほしいと不満を漏らしている。2017年を最後に専属解説を優退することが専属解説者として最後のテレビ解説となった2017年9月8日放送3テレビボックス席で発表された。恒例のため今後は本数契約のフリー解説者となる。2018年は6月5日の阪神対。 オリックス戦としては、3テレビのゲスト解説として出演。ひょうひょうとした無駄な力の入っていない投法で、顔を歪め全力投球する村山とは、対照的なスタイルだった。精密機械と称された、制球力のみならず、直球の威力も本人は、ゆったりしたフォームから、ビュッとホップする球が来るから、打者も面食らったんじゃないかと語り、バックで守っていた、吉田義尾は、 小山の調子がいい時は、内野手は暇だった、飛球が多いため、針の穴を通すという巧妙な制球力と証言している。他の大投手と同様に走り込みによる下半身強化の重要性を解き、駒は辛抱がしっかりしていてこそ安定する。投手も同様に下半身の安定があって、初めてボールをコントロールできる。下半身を鍛えること、これが、 わしの生命やと、たびたびコメントしている。1954年3月21日の中日とのオープン戦で、ノーヒットノーランを達成したことがある。公式戦においては、ノーヒットノーランを達成したことはないが、1アンダ完封カンプ勝利が5度あり、そのうち1956年6月6日の太陽戦では1回虫から、先頭の沖山光俊にヒットを打たれた後に、 残りの27人をノーヒットに抑え完封勝利。オディオンズに移籍した1965年7月15日の阪急戦では、無安打のままで迎えた9回西からウィンディにヒットを浴び、ノーヒットノーランを逃している。阪神時代は王貞治を苦手とし、王が新人で三神王と揶揄された頃の天覧試合でも本塁打を打たれており、 1962年は自身は27勝11敗、防御率1.66という高成績にもかかわらず一本足打法に切り替えた王から、1試合3非本塁打を含む7、非本塁打を記録した。このため、王対策としてパームボールを習得。1963年は14勝14敗、防御率も3点台とシーズン成績は芳しく、なかったが、 王からの非本類がお礼に抑え、東京遺跡後も決め玉として投げた。また、本人曰く3種類のパームボールを投げ分けていた。江本武則は小山のフォームを参考にし、肩をあまり動かさず、手首をピュッと効かせてボールを切る無駄と無理のない投球。針の穴を通すコントロールと称賛されていた。もっとも、針の穴は最後まで真似できなかったという。 妻は、阪急軍初期の名選手だった、宮武三郎の娘、芥川博に似ていると言われ、芥川も、テレビあれこれという随筆で、バレながら、見れば見るほどよく似ている。横顔が似ているとか、口元が似ているなどという、生優しいものではなく、どこから見ても似ていて、後ろ向きになるといよいよ似ている。自分で見ても、腹が立つくらい似ているのだから。 他人が見るとなおさららしいと書いている。2012年には兵庫県立高砂高等学校の同級生の計らいにより小惑星に自らの名前、正明ー山が命名されたことに驚き大きな土地をもろうたよ。行かれへんけどな。現在、過去と生きてきて天体とは全く縁がなかった。驚いてる、びっくりしてるというのが正直な感想。 一度は見てみたいかな、と語っている。小山にはタバコを吸う習慣がないため、天覧試合で配られた恩師のタバコも自分では吸わずに父親に手渡した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。